発射、レディーファイト。よーよー、ベスト4まで来てサンプリングして小説の裏を映ることは俺はしたくね。ベスト4全部の全身全霊、合ってない間に俺たちは回ってきたよ。コツが豊富な戦いであって、やっとベスト4のせいに立ち止めたことだぜ。昨日ツイッター来たぜ、横浜の代表、ちょっと天狗の鼻が伸びてるじゃないですか。よー、お前の今のフリースタイルじゃまだ誰かのサンプリングした方が湧いてたかもな。クソみてえなラップシーンで仕掛ける先行、天から降るようにひらめく言語。こいつオジロのマッチョ以外のサンプリングじゃフェイクだけどな。この街だったらありだぜ、横浜代表、肌から日本のテントしか見ちゃいねえよ。天から湧いた言語だったら、それは自分オリジナルの言葉じゃないけど、俺はいつもストリートを歩いてきた。全身全霊興奮するその絵を愛し、吐いた言葉、ドラムが叩くとおもちゃとか関係はない。ラッパーはいつも絵を愛し、まるで道ばかり落ちた石のような硬い位置で握る MICだよ。いやー、そんな石目も向けないから。 MIC クソみたいなラップあと3本もある。 RIP わかるかな。でもちょっと待ってくれ、 RIP でもレスティンピースじゃなくてロールインピースだぜ。ロールインピースだぜ。何があってもこれにチーズだぜ。横浜クリフラセアマジーなんだもん。 G 遊びがガソリン。発祥説の肩に持って勝負を隠ししちゃったとしたら、 MC バトルの残りの2本、いや一生で人生が変わることを分かってないようだな。俺はラッパー、悪魔湧いたとかじゃなくて、俺は自分のやりたいことをどこまでも突き通すぜ。会場が100人俺を湧いたとしても、これよりも誰か一人に心に刺さればいいんだよ。いや、こんな奴がストリート語っちゃってる今の現状、ありえないとしか思えないんですけれども。ケア、こんなクソみたいなガキいらねえな。サイバーとストリート履き違えんな。なんでだよ、なんだってありさ、好きなようにやりたいから好きなようにやれよ。この後ラッシュロブ、俺たちが語るストリートはただの通りじゃないってことは十分と俺はやってる。サイファーでいつもスキルを磨いてきた。だからベスト4まで俺は生き残ってきただけ。下手に伸びた天狗の花、バカで俺は勢いがある。どこまで足も作れて顔もつける、よりも俺はラッパー。このベスト4のせいしっかりと手をつけるぜ。いや、間違いない、メンチを切る、お前のエンジンを切る、横浜の夜の街を肩で風切るぜ。いや、わかるかな、先輩に殴られて奥歯もね、首からビーツバイドクタードレイ。そこで聞いたラップたちが今の俺のエンジン、それが俺にわかるか。よ、俺も生きがって痛い目にあったぜ、人一倍。だからやられて嫌なことは人にしない。終了、決めましょう。ベスト4第2試合です。どうぞよろしくお願いします。いきます。まずは先攻ワコワス JT、 続いて後攻ティーターン。まずはティーターンでいきます。レディージャッジ、勝者ティーターン。ワコワス